天然医薬資源学講座では天然物を人の健康に役立てることを大きな目標に自然界から得られる薬の研究に取り組んでいます。現在使われている医薬品の約半分は何らかの形で天然から得られる化合物と関係があると言われており、モルヒネ、キニーネ、アトロピンといった100年以上前に単離された天然物が現在でも医薬品として利用されています。自然界には多くの薬の種が眠っていますので、例えば抗炎症作用などの生物活性を指標としてその種を見つけ出し、医薬品開発の出発点として提供するための研究を行っています。一方、天然から得られる薬の代表的なものに漢方薬があります。漢方薬は古くから使われていますが、決して古い薬ではなく、インフルエンザやメタボリックシンドローム、抗がん剤の副作用の軽減など現在の医療に活用されています。しかし漢方薬に入っているたくさんの成分のうち、どの成分がどのように効果を発揮しているかについては分かっていない部分がたくさんありますので、それを突き止めるための研究も行っています。漢方薬は長い使用経験に基づいて医薬品として使用されており、その効果が臨床的に確認されていますが、いわゆる新薬では当然のことのように解明されている作用メカニズムはほとんど解明されていません。漢方薬にはたくさんの成分が含まれていますので、漢方薬の作用は複数の成分による複合的な効果と考えられますが、実際に複数の成分による複合的な作用が化合物のレベルで明らかにされている例は限られています。私たちは炎症性疾患に用いられるオーレン解毒湯という4種類の生薬から構成される漢方処方の抗炎症作用の解析を行い、抗生生薬のオーレンとオーバクに含まれるベルベリンという成分が炎症のメディエーターの一つである一酸化窒素の酸性を抑制する一方、黄金に含まれる複数のフラボノイドが別のメディエーターであるプロスタグランジンの酸性を抑制することを明らかにしました。さらに黄金のフラボノイドは構造は似ていますが作用する場所が異なっていて、それらが同時に作用することによっておのおの単独の場合よりはるかに強い効果を発揮することを示すことができました。今後も漢方薬の有効性を複数の化合物の共同作用という観点から解明していきたいと思っています。漢方薬に含まれる化合物がどのようにして効果を発揮しているかのメカニズムを解き明かすことで、漢方薬をより効果的に使うことができるようになります。またどのような成分が働いているかが分かれば、漢方薬の品質管理にも役立ちます。さらに複数の化合物が共同することによってより少ない量で効果を発揮するメカニズムが分かれば、天然物を少量ずつ組み合わせることで品質がはっきり規定された漢方薬の代替薬ができるかもしれません。一つ一つの化合物が少量だと副作用が出る可能性が低くなりますので、漢方薬の作用メカニズムを真似て既存の医薬品を組み合わせると、漢方薬と類似の作用を持ち、漢方薬より有効性と安全性の高い医薬品を作ることができるようになると考えています。このように天然から得られる薬の研究を通して人の健康に貢献したいと考えています。